すもポートターミナル社会実験運行中のすも新、平ライン港は、兵庫県すも市海岸通り1丁目にある、兵庫県管理の地方港湾である。2020年3月現在、定期運行している、旅客航路はない。旅客定期船は、周3往復ヌ島汽船が、ヌ島行きを運行しているのみであったが、2016年4月1日付で、休止となっている。 相本ポートターミナルは、明石海峡大橋海通後も高速バスの乗り場として、機能していたが、相本内港の埋め立てにより造成された、相本バスセンター2999年4月1日より、その機能を移している。高速バス乗り場移転後は、空きスペースを利用して、淡路島、テレビジョン、ミニボートピアスモが入居している。 2017年6月25日から9月下旬まで社会実験運行として新日光域が運行同年7月9日から関西国際空港域が1日5便で運行開始したことから再び旅客定期便が就航する港となったかつては洲本川の河口と直結しており大雨時に市街地が洪水になることや砂の堆積によって 大型船が停泊できなくなる問題などから、明治時代に洲本川が改修され、港の近代化が図られた。これによりアージ宝石を誘致した。以後、神戸港、大阪港からの玄関口として機能した。大鳴門橋の海図で、高速道路が津内の宮インターチェンジまで整備されると、神戸港、大阪港発着便は、埋め立て地の造成によって整備された。 津港にも寄港するようになり、洲本港の役割は小さくなっていった。それでも、明石海峡大橋海通までは、旅客船においては、神戸港中都定、大阪港天保山、関西国際空港行き、新日港行きの客船、高速艇が運航されていたが、開通後は、神戸、大阪行きが廃止され、残る新日港行きも関西国際空港行きを経て、廃止。 別途淡路開発事業団により、スモトパールラインとして運行を続けていたが、2007年4月1日で休止した。貨物船の入港も石灰石輸送を中心に相当数あったが、大鳴飛橋、明石海峡大橋の開通により激減した。2017年6月25日から9月下旬までと2018年7月1日から翌年2月下旬まで。 社会実験運行として、新日光域が運行されている。道路線は18年ぶりの復活となる。詳細は、新日光船旅活性化モデル地区認定による試験運行を参照2017年7月9日から2018年7月13日まで、淡路関空ラインが関西国際空港域を1日5便で運行開始した。 道路線は2007年以来10年ぶりの復活となる。しかし、2018年7月14日以降休校となった。ありがとうございます。